家族と長生きできるような人生を歩んでいかなきゃなりません。私はそういう世の中を作るために今回もう一度県議会に挑戦をしようと思います。ありがとうございます。私もコロナ禍でこのボロボロになって、そして暮らしや人間関係がむさみ、そしてコロナ禍で私たちの大事なふるさとが今しようとするそういうような状況が目の前には関係ない。その体制を私自身の政治家としての使命とされている、このあと残り9日間皆様にこの話しつら政策を話し、そして語りかけ皆様のご支持を得られるように私も取り組んでまいりますので、どうぞ皆様ありがとうございます。皆様に少しばかりお力添えをいただきたいと思います。41歳ということで、なかなかまだまだ制度も、そして残念ながら大きな組織もありませんけど、皆さん一人一人の思いが私の生命線でございます。どうぞ皆様非常に少しばかりでも力を尽くしていただきまして、残り9日間私の精一杯駆け抜けてまいりますので、どうぞまた皆様よろしくお願いいたします。ちょうど御殿町も私が再スタートを切った最初が、ちょうど中土手の一角のあるお店に今オフィスを構えたワンダー店かこはるみという仕組みを作ったオフィスがございます。まあ、その一角を今も大事にしながら、またこの地域を再生をさせて、この地域に人が新たに賑わうような場所をこれからご指導してまいります。どうぞ一同に皆様まず出町を中心にして、私も大きく恩をいただいて、そしてそれを返していかなきゃいけない、まあ、そんな役割があると思っていますので、よろしくお願いを申し上げまして、蓬莱広場前からの街頭演説をこの辺で終了させていただきたいと思います。また本日も夜8時まで街頭演説を行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。道路を少し伝わっていただきましての街頭演説、この辺で終了させていただきます。どうもありがとうございました。